今日一日で相当減った。クロは貧乏性すぎ。遊ぶときはパーッと使わなきゃ。貧乏どころか石貧と呼んだ方がふさわしい生活が長かったからな。今でも残しておくからだ。楽しみは取っておく主義なのだ。それを許せん。貴様、イチゴ一つでケーキ一つ丸ごとってのは不当だろう。ハムラビ法典ですら違法だぜ。それはここは倍返しが基本が。おのれ、こうしてくれる。ペッペッ。というわけで、このアップルパイは俺のものだ。ガキのような真似をしよってからに。何を今さら。それが俺だ。開き直るか。なんだよ、そんなにおかしいか。うん、黒って戦う人なのに全然それっぽくないっていうか。四六時中キリキリ殺気立ってるやつなんていないだろ。そりゃそうだけど、黒はちょっと違うんだよ。なんて言えばいいのかな。どんな大変なことになってもそんなノリで軽く戦い抜いちゃうんだよ、きっと。ん？クロはくじけない人。どんな大変な目にあってもそれがどうしたって簡単に払いのけちゃう人なんだよ。そうか。うん、何も考えてない。お気楽バカなだけだ。うるさいよ。お前も笑いすぎだ。ほら、そろそろ周りの視線も痛くなってきたからやめろっての。ごめんごめん。だってさ、よくよく考えたらものすごい光景だよ。目を閉漫才する魔術師と魔導書なんて。知っていたのか、エンネア。記憶喪失ってのも嘘か。
ごめんね。どういうつもりなんだ。そうだね。何から話せばいいのかな。あの、お客様。逃げろか、エンデア。
大十字苦労のおまけ付きじゃねえの。僕だってラッキー。浮かれすぎだ。あんま油断するじゃねえ。何ビビってんのよデカブツ。そしてこの僕がクラウディウス、ブラックロッチでアンチクロスやってます。よろしくね。そしてこっちのデカブツが、やりますですか？どうしますですか？ほらほら、ビビってねえで
なんとか言ったらどうよ、クローちゃん。クラウディウス、余計な挑発をするな。俺たちの仕事はそんなに簡単ではない。うるせえよ、ビリゴシのウドの大木が。インスタント魔術師ばらして女と捕まえれば終了じゃねえの。余裕余裕。ビビってんならとっとと帰ってママのおっぱい吸ってろよ、アリグワちゃん。デカブツ、デブ。ネズミのように直まがる。
大丈夫さ、傷は浅い。
してたな。あたく、粗末に扱いよって。ナレ、まだ戦うつもりなのか。正直、かなり不利だぞ。戦うに決まってんだろ。捨ておくわけにはいかねえし。負け犬、チッ、うわっ、なりってんじゃねえよ。なりかな。自業自得だ。油断しているから何度も不覚を取る。